ブレーメン級フリゲート。ブレーメン級フリゲートは、西ドイツ海軍及び統一ドイツ海軍、以後、ドイツ海軍の汎用フリゲートの艦級。交渉艦型は122型。90年代の改修以後は 122A 型。海上自衛隊においては、初雪型護衛艦がカウンターパートに相当する。本級は、 1960年代より着手された予備研究に由来する。当初は1200トン級の防空コルベット10隻の建造が計画され、間もなく対戦船の要請増大を考慮して2500トン級に大型化した。しかし予算上の制約により、リュッチェンス級103型3隻及びソーベル級142型10隻の近代化に落ち着いた。その後、 フリゲート70計画が開始され、予算は1969年1月23日に一旦は承認された。しかし設計作業が完了せず、また排水量3600トンに大型化したことによるコスト上昇を受けて、これは後にキャンセルされた。これを受けて、海外の設計が検討の訴状に挙げられることとなり、 オランダの標準型フリーゲート S 型が最も適したものとして選定された。1975年7月17日、オランダとの間で合意文書が調印され、1976年1月28日に国防会議の承認を受けた。これによって建造されたのが本級である。上記の経緯から本級の基本設計は他国のスタンダードフリーゲートと共通のものと、 なっているが、ミズムはより背の高いものとされ、外見上の特徴となっている。関西ヘリコプターを安定的に運用できるよう、フィンスタビライザーが搭載され、また、対戦戦闘を重視して設計されたことから、船体及びスクリューに雑音を遮蔽するための気泡発生装置、プーリーマスカーも装備されている。一方、両国の運用構想の際に伴い、 主機関は異なる形式とされている。本級においては、コドック方式が採用されており、巡航機としては、マットゥー 20V956TB92、ディーゼルエンジン、高速機としては、ゼネラルエレクトリック LM2500、ガスタービンエンジン、フィアット社によるライセンス生産品が各2機搭載されている。推進機としては、5章の可変ピッチ式、スクリュープロペラが、 両原に軽二軸配置されており、巡航機と高速機は各推進機に一機ずつ減速機を介して接続されて、これを駆動する。本球はシステム管として構築されており、その中核となる戦術情報処理装置としては、サティア E が搭載されている。これはアメリカのユニバク社によって、ルュッテンス9区築管用に開発されたスター I を元に周辺機器もデジタル化。 統合化したほか、対戦線及びヘリコプターの航空艦性能力を強化して開発したものであり、アメリカの海軍戦術情報システム、NTDS に準拠して、リンク11に対応している。コンピュータを中核として、OJ-194 ワークステーションを9機備えている。また1990年代中盤には、後日の F-122A 回収により、 コンピュータの採用やプログラムの改良など、サティア EE、百1 2 3の技術をバックフィットする回収を受けたほか、2011年までに多機能情報伝達システム、ミズを搭載して、リンク16にも対応している。武器システムとしては、中高警報、股間防空ミサイル、艦隊艦ミサイル、CIWS、単魚雷発射艦と、対空、対戦、対水上に、 バランスの取れた兵装を備えている。また、ゾーン対戦戦に対応して、アグスタウェストランドリンクス MK-88 懲戒ヘリコプター2機を搭載している。また、1990年代中盤には、海 122A 回収と呼ばれる大規模回収が行われた。これにより、蒸気のような戦術情報処理装置の更新のほか、 メインセンサとなるレーダーは二次元式の DA-08 から3次、元式の TS-3D-32 に換装され、またラム近接防空ミサイルも導入された。また、同時期には、ステルス性を考慮した回収も行われている。1988年10月1日に、第二フリゲート船体が編成された際には、ケルン級フリゲートの残存艦、 海224リューベック、1988年12月に退役と、海225ブラウンシュバイク、1989年7月に退役の他に、第4フリーゲート戦隊、から移動したケルンとカールスルーへが配備された。後には、新たに収益したアウクスブルクとリューベックが、第2フリーゲート戦隊に配属された。しかし、2006年の再編成において第一 フリゲート戦隊と第6フリゲート戦隊1994年9月28日編成が解体され、それぞれの戦隊に所属していたザック戦級フリゲート3隻とブランデンブル級フリゲート4隻が第2フリゲート戦隊に配属されることになった。これに伴い第2フリゲート戦隊に所属していた4隻のブレーメン級フリゲートは、 すべて第四フリーゲート船体に転属されることとなった。ドイツ海軍において、本級は、フレッチャー級駆逐艦及び、ケルン級フリーゲートの後継艦として整備されることとなった。当初は十二隻を取得する計画であったが、最終的な建造数は八隻にとどまった。まず百七十七年十一月二十六日に六隻が発注され、 続いて1985年12月6日に2隻が追加された。ドイツの造船所5社が機関部を含む船体を建造し、最終偽装はブレーマー・フルカン造船所によって行われた。本級は、NATO の艦艇の一員として、アドリア海やアラビア海で運用された。2008年4月、ソマリア沖のアデン湾において、日本優先のタンカー、 鉱山が武装した海賊に襲撃された際、鉱山の救難信号を受信したエムデン、海210が関西ヘリコプターにより救援した。ヘリコプターが現場海域に到着した時点では、すでに海賊は撤退した後だったが、海賊抑止として一定の評価がなされた。2008年8月、海214リューベックはアメリカ海軍のテイラー OH ペリー級、 スペイン海軍のアルミランテ・ファンデ・ボルボーン、アルバロデバ3級、ポーランド海軍のゲネラル・カジミエ・シュプアスキ、OH ・ペディ級といった NATO 所属艦艇と共に国会での演習のためにボスポラス海峡を通過した。これらは2007年10月の時点で既に予定されていた演習だが南オセチア紛争の当事者であるロシアが情勢への影響に対して懸念を表明した。 このように、ドイツ海軍の働き馬として、艦隊の機関兵力となってきたが、慣例が30年を超え、また、防衛予算削減に伴うドイツ連邦軍の規模、縮小もあり、2012年より順次に退役を開始している。後継艦としては、バーデンビュルテンベルク級125型フリゲートが計画されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。